涼しい風が流れます国立競技場。今キックオフですが、もう一度やり直し。今キックオフがされました。赤のユニフォームが韓国、そして迎え撃つ青のユニフォーム、白のパンツが日本。まあ、これが最終予選の対戦だったら本当緊張するだろうなって話してましたけど ね、あのワールドカップの時の予選2ヶ月っていうのは本当にね、寿命縮まりましたよ ね。本当にそうですよね。まあ、今日はね、はい、一応走行試合という形なんですけどね、はい、これ両チームにとってもね、本番前には本当にいい相手に恵まれたなと思いますよ。そうですよね。だから今日のゲーム、それから27日のアウェーゲーム含めてですね、はい、いいゲームで自信を持って最終予選に臨んでほしいですよね。はい、それではまず日本のスターティングイレブンご紹介しましょう。ゴールキーパーが南、ディフェンス3バック、左から中田、宮本、辻本、中田浩二です。そして遠藤と稲本のダブルボランチ、左に中村、右に酒井、そして中田英寿。中田のプレーには本当に注目が集まります。2トップが福田と平瀬です。リザーブをご紹介しましょう。ご覧ね、そのあたりのところ、あの日本にいた頃からそういったプレーの判断、パスのスピードが速かった。あっと、これは面白いボール、韓国にとってはチャンスないです。シュート、ポストに当たった、危ないところ。いやー、これは日本救われました。しかしこれは逆に日本はチャンスになります。3人いる。ボールをふわっと上げた。福田君らしいですね。ところやられたわけですよ。そうですね、宮本君と中田君上がってましたけどね。上がってましたからね。2対1の形になってしまいました。チャンス、折り返すか。ゴールライン沿い、後ろに戻した。シュート、ブラーッと来る。これもまた嫌な位置でボールを取られました。今度は日本いいですね。さあ、ほら抜けていく。平瀬が抜ける、平瀬が抜ける、切り返した。あと厳しい場面が日本ありましたよね、はい。その時、それまでは冷静に見ていたトルシエ監督が初めて立ち上がりましてね、はい、激しく指示を与えましたね、はい。でさらにですね、明神選手に早くもウォーミングアップの指示を出してます。おー、なるほど。今かなり中田密着マークのような感じですね。そうですね。もう一、いい形になる。稲本、稲本から右サイド、オフサイドはない。稲本、ちょっと遅れた、ちょっと遅れた、後ろから入ってくるが、左足シュート。ああいうですね、はい、ボールの出どころに対してのプレッシャーというのが、ちょっと思ったほど、これはいいボールだ。このリバウンドは拾えません。拾った酒井が行く、後ろに投げた、シュート。よく粘りましたよ。よく粘りました。3人に囲まれて、はい、冷静にキープして慌てることなく、つま先でほとんど、ね、アウトサイドで出しましたけど、はい。まあ、ここでキーパーが弾いたところからのボールですけど、ここからですよ。そうですね、これは非常によく粘りましたよ。ここで3人囲まれましたけど落ち着いてましたよね、はい。そしてあ、これはいいシュートだけだと。見事日本が1点を先行しています。いやいや、監督とかね、いろいろやっぱりオリンピックのこととか考えるでしょうけども、最終予選のこととか、はい、選手たちはこの試合で結果を出さなければという気持ちが強いようですね。そりゃそうですね。これもいいところ、酒井蹴り込んでいく、返した。日本最初のコーナーキック、低いボールでいった、狙っていって返したところですが、気づいてなかったですね。そうですね。皆さん後ろに戻した、そのまま狙っていきました。最後はシュートで終わりました。最後シュートを放ったのは中田浩二です。金田さんは感じてなかったというか、気づいてなかった。ソル・ギヒョン、中へ切り込んでくる、左足スルーを通した。19番の今はアン・ヒョヨンが右っていうのはやっぱあるでしょうからね、はい。ふわっと浮かせましたが、これは誰もいないところでした。少し意思の疎通を欠きました。中田ダイレクトでパスを出そうというところ、チャンス、さあこれはチャンスになる、チャンスになる、平瀬シュート、決まりました。2点目。今は一瞬韓国ディフェンス陣に集中が切れたか。前半27分、日本平瀬のゴール、2対0。今の相手のクリアミスですけどね、平瀬君がペナに入ってから本当に落ち着いてたね、今のはね。今あの落ち着けってね、カナさんおっしゃいましたけどね、ここですけどね、はい、福田君に当たったのかな、あれは。そうみたいですね。ここに右サイドに相手が寄ってきてるんですけど、本当にもうマイボールだから、自分のコントロール方が落ち着いてますよね、はい。こういうプレーがやっぱり貴重ですよね。
この平瀬という選手は183センチあるんですけども、非常にあのファイトを燃やす韓国としてはこれはかなり来るでしょう。まあとこれはダメです。あ、今一人選手が倒れました。ファールに行ったのがこの人パクチンソ。もう今のセンターバックには必ず必要になってくるんですね。3人に囲まれます。中田秀俊、これはちょっと読んでなかったか、間に合うか、間に合わない。6番の稲本、ね、はい、稲本この辺りは強い。中田秀、大きく逆サイドオープンスペースへ展開ですが間に合いませんでした。辻本、この辺りの辻本ヘディング、中田に取るか、よかった。中田そして右です。このボールです。あの中田のボールはあの確かに速いですから。そうですね、まあ、あの辺もああいう状況になったら俺はそこに出すぞと、はい、トップスピードで走ってる右足狙って出してるんだからちゃんと取ってくれっていうような、そういうメッセージがね、入ってるんでしょうね。そういうことでしょうね。縦フィード、このボールはキムドキュン、二人に囲まれる、ボールを奪い返した、チャンスになる、そう、福田が開いといて走り込んで右シュート、パクチソン、右サイドキムドキュン、ボールを拾った稲本。立ち上がりに比べて韓国の方が、はい、前線確かに3トップで張ってますけど、はい、やっぱり前線のキム・ドッキュンあるいはキム・ナミルを含めた5人というのは相当流動的に動くんじゃないですかね。はい、これはギリギリのところですがゴールラインを割りました。ここで韓国メンバーが交代するようです。2対0日本リードだなとも思いますけどね。はい、中田スルーパス、あー、まあまあ、あのね、はい、今のは最高のパスだと思いますよ。あー、なるほど。一旦平瀬君が左に逃げて角度を変えて右に行きましたよね、はい、完全に右足でトラップできるところにパス通してるんですが、はい、まさかこのタイミングでここで角度を変えて、いや失礼、パクチソンですね、パクチソンを変えます。メンバーの中でですね、おそらくまあ半分以上はですね、両チームともですね、2002年ワールドカップの代表ね、あーとこれはオフサイドなってきそうですよね。そうですね、まあそういう風になって言ってると多分フル代表の選手もね、まあ、なって一旦後ろへ出してまた中田へ、そしてフリーになっている稲本に遠藤あたりにはボールは出ません。あ、強いですね。さあ裏へ狙うというところ、平瀬が行く。しかし先生も、はい、ちょっと胃のあたりを抑えてですね、ベンチに何かアピールしていたんですよ、はい、それでどうも退いたようです。はい、これも平瀬を走らそうというところ、平瀬が行く争いになった、平瀬ボールキープ、平瀬ね、いいですね、決まった、決まった、そのままシュートまで持っていった、後ろに来た、まだチャンス、日本チャンス、カメラあーっとレフリーとぶつかった、切り返そうというところ、うまい、もう一度中村行くコーナーキックを取りました。しかし確かに韓国ここら辺がもう本当に誰もマークしてないですよ、あります、あります、タッチライン沿いオフサイドはありませんでした。これはね、時間がないんでね、はい、だから10分以降ボールほとんど触ってないんじゃないですかね。そうですね。さあここで前半終了のホイッスルが鳴りました。前半を終了して2対0、日本オリンピック代表がリードしています。膝を靭帯を痛めてしまいまして、本来でしたらこのピッチに立っているはずなんですが、まあ、順調に回復してるみたいですけど ね、 そうですね。ただ最終予選はちょっと間に合わないでしょうかね。そうですね、厳しいかもしれませんね。まあ、本大会決めてね、はい、見たいですね。そうですね、データご覧いただいたようにやはり圧倒的に日本が上回っています。シュートが増えても結局相手を崩してない状況でキープしててもっていう部分がありますんで ね、ありますからね。さあ、いいドンク、1回左足シュート、20番のいい日本チャンス、最初のコーナーキック、低いボールいった、後ろそらすか、チャンスになる、シュートが出た、あーっと中村か、これはいいシュートでした、今稲本くんじゃないですか。視野が広くて非常にスピードのある選手、185センチ77キロ、コリア大学のです、ね、そうですね、ご覧のようにシドニーオリンピック最終予選が出ています。日本はカザフスタン、はい、そして韓国は中国とバーレーン。さあここで明神が入りました。タカマークに行く明神、後ろに戻った、ボールを入れる、いいですね、これはラインを上げました、上げましたね、
これも金田さん練習の時でよくやっていましたけども、はい、ああやって一旦ボールが戻った時にはラインが全員サッと上がる。大きいですね。いやこのチーム全部大きいですかね。大きいですね。中村チャンスになります。中を見る。中村勝負に行く。かわした。グランダダンスター。ダンスター左足シュート。キーパーの正面。遠藤、この人はミドルロングは本当にいいものを持っています。遠藤ワールドユースでもね、はい、シュートを決めてくれると作ってほしいですね。はい、あと足をちょっと引っ掛けられました。12番の遠藤です。これもいいボールだ。あーこれもいいボールだ。平瀬が行く。平瀬が行く。キーパーちょっと回ろってそのままオッケー。決めました。平瀬決めた。日本3点目、3対0。行かなかったんですよ平瀬君もね、はいはい、最後のところきちっとコースを狙って決めましたね。あージーコです。ジーコ監督代行になってから、まあ、スタメンで使われることがないという平瀬なんですけども、これは ね中村平瀬一号線からやっぱり作ってきたコンビネーションですよね。もらい前に平瀬君は一旦相手のディフェンスを連れて自分の方に戻ってそれからスタートしてますので、ね、ここですよね、はい、一旦引いてここから今平瀬君走ってますけど、この引くという動きでスペースを自分で作って狙ってるわけですよね、はい、ちょっとそれにしても韓国のディフェンスはあんな簡単に裏取られるっていうのはちょっと不思議なんですけどね。真ん中にいたパク・ドンヒョクが今上がってましたよね少しね。そうですね。ただそれにしてもですね、あんな簡単に一発で裏取られてはちょっとまずいんじゃないですか、ね、そうですね。韓国相手にですね3対0っていうのはこれ本当久しぶりじゃないですかね。そうですね。あーどこでスルーパスですか。キーパー南遅れます。あんまりないです。確か金本さんが現役の時に4対1で日韓定期戦勝ったということがあると思うんですけども、11番の福田に代わりまして29番をつけた小島博美を投入します。日本2人目の交代小島。多分ギソンが上がってきていました。あーこれは小島です。早いですよ小島君は。スピードがあります。平瀬が行く。そしてその後ろからは中田がいる。中田がフリーになっている。中田がフリーになっている。後ろ放した完全にノーマーク。右足シュート決めた。遠藤のゴール4対0。遠藤君持ち味出しましたね。見事ですよ。この形は本当に得意ですね。あこの遠藤の表情、今韓国の選手たちは主審に非常にアピールしています。あれはファールではないかという小島のファールではないかというアピールですが、これは認められません。そして今どうやらイエローカードが出されるか。これは一旦中田君ちょっとね、大きかったんですぐ判断を変えて上がってきた遠藤、これはねインフロント本当にうまいですよね。素晴らしい素晴らしいゴール4対0。日本大きくリードです。日本の場合は面白いですよね、はい、平瀬、小島、2人ともスピードありますから、はい、これは中田が出てきた。バックアップした。バックアップした。中に返すか。中に返した。いやいい攻めです。中田が上がってきています。さあまだチャンスになる。本田右足のシュート。平瀬少し今の形がですね、はい、あこれもいい形で上がってきている稲本。稲本のいいプレーです。平瀬そして稲本へ。またバックアップして左足シュート。今の体勢で逆サイドに強いシュートを持っていけというか、ちょっとして13番のパク・チンソップが今これはイエローカードが出るでしょう。16番の中田に対しまして平瀬に代わって小笠原、まあ、平瀬トップの1人ということで中田が上がってくるんですか。上がってくるでしょうね、まあ、いよいよ中田のまあ、言うなればオリンピック代表での新バージョンというところでしょう。放送席久保田さん、はい、日本サイドですが、はい、今変わった小笠原選手もそうなんですよね、はい、4対0になりまして、確かにベンチの中明るいムードにはなってるんですが、多くついていきます。一旦後ろへ外します。両陣から前へ、ね、はい、いいそして小笠原3対2の形になっている。小笠原ボールをキープ。ずっと中田が行きますが小笠原まだボールキープ。小田を通した。そして小笠原行く。27番の小笠原のプレー、まあ、ジーコ監督このパスが大きくなりました、ね、あこれは左走ってくる。キーパーくる。これはいい出でした。
これは南、やはりあの、はい、フラット3ということでディフェンスラインを構成する場合にキーパーのここで10番の中村に代わりまして31番の平山を投入しますトルシエ監督、その後には21番の石井も準備しています。ここで平山が初代表、平山、まあ、割合でいうと守備の人、はい、あるいは攻撃の人、あっと船がジャンプ、シュート、これは失礼、平山が中に入っていきました。これは直接狙っていきます、キーパーパンチング、後に開いたチョチョルー、チェチョルーです、チェチョルーから後ろから滑らすのか、バックシュート、キーパーが入った、これは南、いいプレーでした。いやすごいいいタイミングですね、飛び出していってますね、そうですね、7番は2分という表示です。ご覧のようにロスタイムは2分という表示、まあ、オフサイドがない、オフサイドがない、オフサイドがない、シュート、もう一度ヘディング、コーナーキックか、コーナーキックです、これはね、右からのコーナーキック、キッカー早期ボックマーポスト、マーポストヘディング出せる、ここでのところ倒れた、ワットアップする、中に持ってくる、シュート、決められてしまいました。やってはいけないですけどね。4対1、韓国1点を返しました。蹴ろうというところ、ここで試合終了です。結局4対1、日本が韓国に大勝いたしました。しかし最後に1点を失ってしまった、このあたりが課題になるか。しかしまあそれにしましても日本の攻撃鮮やかでした、見事でした。いや金田さん、はい、まあ快勝と言っていいと思うんですけどね、全体的には素晴らしい出来だったと思いますね、一番最初に申し上げましたけど、やっぱりプロの連中がアマチュアに負けてはいけない、そういうプライドを持ってピッチに立ってくれたっていう、それと結果を出したというのはすごく大きかったと思いますよ。そうですよね、